どうもセブンナイツをやっていこうかなと思います。ちょっとですね、風の方を引いてしまいまして声は、お見苦しいところもあるかもしれませんけれども、ご了承ください。で、前回ですね、九重を引きまして、8体引きまして、それをですね、育成してアリーナの方に入れていこうかなと思います。ルーンはね、どうしようかなと思ってるんですけど、1周年で、孫悟空とかが、強化された場合に、そっちにルーン振った方が、いい可能性もありますので、ちょっとね、ルーンは待った方がいいのかなと思っております。そこそこね、ルーンの、余りっていうか、在庫はあるんですけど、ちょっと様子見ですかね。はい。ちょっと育成をしていきたいと思います。時間の無駄だ。時間の無駄だ。時間の無駄だ。もう来るなよ。時間の無駄だ。もう来るなよ。時間の無駄だ。もう来るなよ。はい、じゃあですね、ここの絵にルーンを振っていこうかなと思いますが、1周年でね、悟空が強化されるということで、僕はですね、悟空は全然育成はしてないんですけれども、8体いる状態なので、すぐね、貫突はできるっていう状態なんです。本当にね、で、1周年で悟空が使えるということになったら、もう育成して、ルーンもね、しっかり振っていきたいなと思ってるので、とりあえず九重に関しては、HP6200、攻撃は、攻撃は全部振って3000で、防御はね、1400ぐらい、にしようかなと思ってます。一旦そこで止めようかなと思ってます。はい。じゃあ、そういうことで、進めていきたいと思います。でね、ほんとね、お金がね、やっぱ高いんですよね。ゴルダンがね、あるとはいえ、1回で9万かかるっていうのはね、やっぱね、厳しいですよね。ただ、一応、この SP 分であればね、割と安く済むっていうのはありますけど、それでもね、やっぱ高いっすよね。
思ったよりもあのルーンに余裕があったので HP6600 まで、ね、上げました。うん、とりあえずやっぱりねここね思考のステータス持ってますからね、セブンナイツとか思考のステータス持ってますからやっぱ高いですね。 HP がね振り切ってなくても6600とかいくんですね。2期号と同じくらいかな今この状態で。うん、ちょっとねあとは、悟空もしね悟空が強いということになれば、まあ、この辺のルーン振っていきたいと思いますのでちょっと一旦ここで終わりかな。ここの絵はまあ、悟空にね爆弾現象とかねもしつくならイチゴと入れ替えっていうことになるかな。ちょっとパッシブ次第というかっていうところもありますけど、うん、はい、とりあえずね、ここの絵のルーンはこれぐらいにして、アリーナでちょっと使ってみたいなと思います。はい、ちょっと訂正させてください。 HP はね今6600になってますがもうこれがね限界まで振った状態みたいです。7000ぐらいまでいくのかと思ってたんですけど攻撃型だからかな。うん、まあそういうことでした。はいはい、ということでちょっとねアリーナの方で使っていきたいと思います。はい、どうもよろしくお願いします。なんか音楽が出てないね。ゴールデンテイガー、ゴールデンテイガーこんなもんか。もともとうん、あのね、やっぱねここの絵のパッシブはめっちゃ強いですね。とにかくねあのクリティカルがもう必ずと言っていいほど出ますので、あ、これはここの絵がワンバックなのか。うん、やっぱね強いですここの絵。もうこの固定ダメージプラス、まあ、通常あの普通のスキルのダメージのやつもめっちゃ強いですし、うん、おーエースか。エースもね強化されればいいですね。そうリンがねまだね息を吹き返してきた感じですね。アリエルがいなくなって、まあ、ちょっとね火力的に厳しいかなとかっていうのもあったんですけど、まあ、ここの絵が出てきたことによってまた強くなってきましたね。はい、まあ、これ全然リンは使えますね。はい、もう一戦ですね行こうかなと思います。まあ、いつものように全然戦闘回数は少ないんですけどアリーナのとね工場戦とかねやることが本当山盛りなんでアリーナにかける時間っていうのは本当に少なくなってきてますね。これでボス戦とかも追加されたらなんかもうこれできるのかなっていう。あ、深淵の塔も、あ、深淵の塔もやってないな。ちょっとねイチゴがねやっぱり柔らかいですね。まあ、ここがね悟空に変わればねまあベストなんですけど、どんなパッシブになるとかがどんなスキルになるスキルになるのかとか全然わからないので、うん、まあ微妙なところですね。やっぱ4500超えると、ほぼ確実にここの絵が入ってますね。どのパーティーも。これめっちゃ強いですよね。ああ、関連してるんだ。まあもうほんと攻撃はね、すべてクリティカルなんで、僕は最近最近というかもうずっとやから敏捷武器ばっかりしてますね。まあクリティカルにここの絵が入ったことによって本当クリティカルがよく出るようになったんで、あ、これは負け戦やね。ちょっと厳しいかな。
ぱ状態異常をね先にやっぱ入れるみたいな、感じがあるんで、アリーナはここのへのクリティカル上昇プラス、まあ、2勝みたいな感じですかね。あ、負けちゃいました。はい、どうもありがとうございました。これもここの絵がワンバックなんですね。ここの絵ワンバックっていうのはここの絵を長く生きさせるためにワンバックにしてる。当たりにくいですからね、後ろにいれば。陣形ダイヤモンのクリティカルがもうめちゃくちゃ強い。リーナ噛みちぎる。痛い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 んだ。実力を思いし、テオもね最近はいなくなってきてるかな。やっぱりね柔らかいですからね、テオは。状態以上ね入れば、あーこれ当たったら嫌だ。 OKOK。 デロンズがねちょっとね欲しいんだ、欲しいんですよね。うん、やっぱ沈黙、沈黙いいよね。沈黙によくやられるんで。でも34の銀ぐらいにしかできないんで。はい、どうもありがとうございました。はい、で、ルーンなんですけれども、思ったよりも余裕があったんで普通に振り切れましたね。ルーン5突まで持っていけました。時間の無駄だ。でとりあえず武器は敏捷敏捷で、防具は HP で、一応これエレナのリングをもらって沈黙麻痺石化のやつにしました。石化がね感電とかの方が僕はいいんですけど、まあ沈黙と麻痺があるだけでもまあいいかなと思ってますけど、ね、で、攻撃力魔法力のところは、クリティカルダメージ上昇、で、まあ、ブロック率でダメージ量上昇っていう形にしてますね。やっぱりここの絵はねパッシブが強いので生き残れた方がいいだろうということでブロック率を優先してつけてます。でまあクリティカルは確実にね、ここの絵の場合出ますのでクリティカルダメージ上昇をつけてますということですね。はい、よろしくお願いします。うん、もう 100% ここの絵いますね。ここの絵カルマ、この辺りですね。もうレギュラーってことですね。リンのワンバックもやっぱり強いから、使ってる人結構いるんですよ。ただねやっぱりもう本当に上位の方になってくると、まあ、リンを抜かしてるパーティーも結構いるみたいなんで、1周年でリンって強化されるのかな。エースと孫悟空はもうなんか強化されるっていうふうに明示がされてますけど、リンは強化されるのかな。強化されたら嬉しいんやけどね。
ビーンはやっぱりメインで使ってますので、もう上の方になるとね、クリスとか、その辺がなんか入ってるパーティーがやっぱ多いみたいで、 HP のね回復がやっぱりクリスありますもんね。即死も、まあ、強いし、強いな。ほんとクリティカル出ると本当にリンは強いね。ありがとうございます。私の前ではひざまずきなさい。アルマを背負う。はい、ということでね、やっぱりここの絵はやっぱめっちゃ強いですね。クリティカル上昇なんで、もうほぼ攻撃したらクリティカルが出るみたいな、そういうレベルのあのスキルパッシブですね。本当まあこれは手に入れておいてもまあ損はないんじゃないかなとは思いますが、まああとはね懐との相談ってことになるかなとは思いますけど、でまた1周年で悟空が強化されれば、まあ、イチゴがね、イチゴを抜くっていうことになるんかな。はい、とりあえず、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。